アメリカの展示会 CES 2023が始まりました。今回はそちに関して2社のドローンメーカーの話をしていきたいと思います。はい、どうも、サラクールです。今日は2023年1月6日金曜日になります。今日の話題なんですが、いよいよですね、アメリカの方で展示会 CES 2023の方が始まりました。それですね、そちらの CES に関してドローンメーカー2社の話をしていきたいと思います。でですね、そちらのメーカーというのがですね、オーテルと DJI のこちらの2社について話していきたいと思ってます。その前に私のチャンネルのメンバーシップの紹介をさせていただきます。月額290円でとりあえず応援したいというコースと、月額690円で質問したいノウハウ動画優先で見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースではいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画で上げております。あと加えて争点問題を60問作りました。第2回目に関しましては一般公開をしております。この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先を貼っておきますので、まずそちらを見ていただいて、もし他の回に興味がある方はぜひメンバーシップの参加のほどよろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。以上、メンバーシップの紹介でした。では本題に行きたいと思います。今回はアメリカの方で展示会なんですけども、CES2023 が始まりました。こちらの方ですね、ドローン絡みで、オーテオロボティクスと DJI の方の話をしていきたいと思うんですけども、今回ですね、ちょっとね、DJI の方はちょっと衝撃的なニュースということになっています。大手の方もですね、新しいドローンというところですね、そちらの話をさせていただきます。ではですね、早速まず CES ですね、そちらの方からね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはですね、CES のホームページになります。こちらですね、コンシューマーテクノロジーアソシエーションが主催している展示会というものになっておりまして、CES の略なんですけども、コンシューマーエレクトリックショーというものになっております。日本でいうとこの CTech Japan、旧エレショーというものと同じものになってます。これはですね、アメリカの展示会ということで、今回ですね、CES2023 がですね、開催されております。日付の方がですね、2023年の1月5日から8日までということになって、こちらの方ですね、CES2023 がラスベガスの方で開催されております。でですね、こちらではコンシューマー向けの電気電子機器のですね、展示会ということになっているんですけども、そのうち今回ですね、ドローン関係ということで、オーテオロボティクスと DJI の方の話をしていきたいと思います。特にですね、DJI の方はちょっと衝撃的な内容になってますので、そちらの方もですね、皆さんと情報シェアの方をしていきたいと思うんですけども、まずはですね、こちらの方、両方ともですね、ドローン XA の方で記事になっておりますので、まずはオーテオロボティクスの方から見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、ドローン XA の記事で、CES2023 で発売された新しいオーテル EVO MAX 4T ドローンというものになってまして、今回ですね、CES2023 でオーテルロボティクスの方から新しいドローンがですね、発表されたということになっております。でですね、こちらがですね、CES2023 で発表されたオーテロ EVO MAX 4T ドローンというドローンになっております。で、記事によると、オーテオロボティクスはラスベガスで開催されるコンシューマーエレクトロニックショー2023で、オーテロ EVO MAX 4T ドローンといくつかの追加アクセサリーを紹介してますということになっております。こちらもですね、オーテロ EVO MAX 4T ドローンのですね、写真ということになっております。で、どういうものかというと、EVO MAX 4T は非常に革新的で洗練された飛行プラットフォームで、ビジネスとコンシューマーの両方の用途に最適というものになっています。あとですね、その最先端の自律飛行技術、人工知能 AI の特性により、オーテオロボティクスはプレスリリースで述べているということになっています。で、さらにですね、EVO MAX 4T は全方向障害物回避機能とトライアンチ干渉機能というものも備えていまして、都市環境などの高干渉環境での飛行の安全性と安定性を確保するというふうに述べております。
あと3位ですね、EVOMAX40 ドローンのペイロードベイは非常に柔軟ということになってて、様々なアプリケーションで使用するため幅広いセンサーに対応できるということを言ってるみたいです。で、同社のエンタープライズアプリというものは、パイロットとドローンが連携する方法に大きな変化をもたらすという明確な目的を持って開発されたということになっております。で、こちらの方にですね、特性が載っております。まずは飛行時間に関しては42分飛ぶことになっています。あとは防水機能がついてますね。IP43 がついてということになっています。でですね、台風性能に関してはこちらの方に米印が書いてあるんですけれども、こちらですね、台風性能のですね、秒速12メートルということみたいです。あと高さはですね、これフィートになってますけれども、2万3000フィートまでいけるということで、あとはこちらもマイルになってますけれども、届くですね、送信レンジなんですけれども、12.4 マイルということになっております。で、さらに加えてですね、説明が続いてまして、EVOMAX40 ドローンは複数の半自立飛行ミッション、自立経路探索、ライブストリーミング、ターゲット取得を実行でき、様々なスマートアクセス機能も備えているということになってて、EVOMAX40 は捜索救助、消防支援、マッピング、検査など全てに使用できるということになっております。でですね、こちらの方にさらにですね、カメラ性能とかも書かれています。まずですね、ワイドカメラの方が50メガピクセルです。で、ズームカメラがですね、48メガピクセルと。いうことで、あとですね、光学ズーム、こちらですね、8K の10倍までということになってます。あとはハイブリッドズーム、これがですね、160倍までいけるということみたいです。あとですね、熱解像度に関しては、640×512 ということで、こちらですね、まあ、消防活動とかね、使えるものになっております。でですね、こちらがですね、セットになってて、レーザーレンジファインダーとか、ワイドカメラ。あとですね、サーマルカメラとズームカメラ。こちらがですね、乗ったカメラというものになっております。で、下の方にですね、さらにちょっとですね、書かれてました。10倍ですね、光学ズーム、160倍デジタルズーム、および2分の1インチの CMOS センサーを備えた48メガの望遠カメラというものと、あとですね、1.28 分の1インチの CMOS センサー。で、3840×2160 のビデオ解像度を備えた50メガピクセルの広角カメラを積んでますということですね。あと赤外線カメラとしては解像度 640×512、 あとですね、測定距離の方が 1.2 キロまでというものの赤外線カメラがね、積まれているということになっております。でですね、さらにオーディオロボティクスの方は EVOMAX40 だけではなくて、 EVOMAX40 に加えてドラゴンフィッシュネストとEVO NEST も導入しているということで、これはバッテリーがですね、切れないように途中のところにですね、中継地点ということで、まあ NEST と呼ばれているものがあるんですけども、そちらの方もですね、導入したということを言っております。はい、ということですね。まずは一つ目の話題としてはですね、オーテロロボティクスの方から新しいドローンとしてオーテロ EVOMAX40 ドローンをですね、発表したということと、あとですね、スペックの方をですね、皆さんと情報者の方していきました。あともう一つですね、DJI の方の話題に行きたいと思うんですけども、こちらですね、ちょっとですね、衝撃的な話題になっております。はい、こちらもですね、ドローン XA の記事なんですけども、こちらですね、DJI 人権侵害で CES2023 への参加を禁止ということになっております。なので、今までですね、ずっとですね、CES の方、DJI の方出してきたんですけども、今回は人権侵害ということで参加を禁止されたみたいです。ということでですね、かなりちょっとですね、こちらはですね、ショッキングなニュースということになっております。DJI はアメリカの総務省の人権侵害のエンティティリストに含まれているため、CES2023 への出展を禁止されたと言われているということになっております。アメリカの総務省によると、 DJI が2020年にリストに追加されたのは、虐待的な遺伝子収集と分析、またはハイテク監視による中国国内での大規模な人権侵害のためですということになってまして、でですね、今回禁止されてしまったんですけれども、ドローン業界の情報筋によると、 DJI は CES2003 に参加するつもりだったということだったみたいです。立法ですね、ファーウェイの方もエンティティリストの方記載されてるんですけども、こちらの方はですね、禁止されてないということみたいで、今回ですね、ファーウェイの方は出れるんですが、DJI の方は禁止されてるということみたいです。で、こちらに関してもですね、まあ、進展があったらこの記事は更新するということで、まあ、以上ですね、締めくくってるんですけども、まあ、こちらですね、世界最大のですね、家電見本市ということで CES2023 がね、開かれて、DJI もですね、毎年のように出してたんですけども、今回はこちらに書いてある通りですね、人権侵害で CES2023 への参加を禁止ということで、出させてもらえないということみたいです。まあ、かなりですね、ショッキングなニュースとして流れてきております。
はい、ということですね。DJ の方のですね、記事としてはね、以上となります。かなりですね、ちょっとね、ショッキングなね、内容ということになっております。はい、いかがでしょうか。今回ですね、アメリカのラスベガスの方で1月5日から1月8日まで開催されているコンシューマーエレクトリックショー CES2023 についてドローンメーカー2社について話していきました。一つ目はですね、オーテロロボティクスで新しいドローンが出ますということで、オーテロイーボマックス 4T ドローンというものが出てくるみたいです。で、二つ目のニュースは、これはですね、ちょっとね、かなりショッキングなニュースなんですけども、DJI の方は人権侵害の疑いがあるということで、まあ、エンティティリストに載ってたんですけども、CES2023 ではですね、出展を禁止されたというふうにですね、ショッキングなニュースが流れてきております。はい、ということですね、今日の話題はね、以上となります。このチャンネルはこのような話とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。あと冒頭でも申し上げました通り、私のチャンネルではメンバーシップの方を開催しております。今メンバーシップの方では、いよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画で上げております。あと加えて60問の想定問題も作りました。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップのところにメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひ参加のほどよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。